いやね、なんかちょっと具合が良くなくて、前の動画でも話したと思うんですけど、なんかね、気だるさがずっと続いているんですよね。で、なんかそれに加えて、結構右肩やっちゃったみたいで、カメラ多分こうやってホールドしてるのがね、多分ここに疲労として蓄積しちゃったんじゃないのかなと思います。昨日ね、整骨院に行ってみたんですけど、もうバキバキにやって電気を流してもらって、で、翌日、昨日以上に痛くなっちゃってるんで、もう一回行かないといけないかなっていう感じなんですけど、いやまあでもね、カメラをやってるとこんなこともありますよね。もう本当ね、重いカメラを使うと写りが良くなるけど体の負担が大きくなるっていうね、このバランス感覚っていうのかな、うまくねバランス取っていかないと本当に体をダメにしちゃいかねないなと思ってます。で、僕はね、一番初めにミラーレスを買ったのは、ソニーの α7R2 っていう時代だったんですけど、なんでそれ買おうかと思ったかっていうと、プロの現場って大体カメラ2台体制なんですよ。で、2台体制でレンズとかも標準ズーム2本を合わせて持っていったりすると、それだけでもね、重量半端なくなっちゃうんですよね。それでいてちょっと膝があんまり良くなくて、なんかその持ち運びの時にずっと膝が痛むわけですよね。いや、もうこれダメだと思って。で、一眼レフのセットを売却して、ソニーの α7R2 を購入したわけなんですけど、これも結局仕事で使えるほどオートフォーカスが発展してなくて、もう一回ね、一眼レフに戻ったりとか、そんな経験をね、した記憶がありますがね。はい。特にそれだから何かっていう話ではないんですけど、ちょっとね、皆様、体のね、状態とご相談をしていただきながらね、うまい形でカメラ選びをしていただければいいんじゃないのかなと思いました。はい。さて、本日なんですけれども、絶賛ね、ネタ切れ中ということで、外に行って撮影とかしたいこともあったりするんですけど、ちょっとね、体が追いついていなくて、あまり動画をお出しできていない状態になってしまっております。申し訳ないです。ちょっとね、体回復し次第いろいろやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。というわけで本編スタートです。どうもこんにちは、たかしでございます。本日もゆるゆるとカメラについての話をやっていきたいと思います。このチャンネルではカメラ楽しいをキーワードに様々な動画をお出ししております。初めての方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ぜひね、あとコメントいただけると嬉しいかなと思っておりますので、グッドボタンと合わせてよろしくお願いいたします。さて、今回の動画なんですけれども、 Z マウントレンズのロードマップ、これをね、見ながら皆さんとああでもないこうでもないみたいなね、コメントをいただきつつね、いろいろお話をしていければなと思っております。Z マウントのレンズね、近々でいろいろ発表があるんじゃないかっていう噂をね、見聞きはするんですよね。実際のとこどうなるか分かんないんですけれども、結構ね、楽しみだったりするレンズも多いかなと思いますんで、一回ね、このレンズロードマップについてやっているんですけれども、再度ね、この現時点でいろいろ見ていければなと、そして皆さんのお声をお伺いできればなというところでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さてさてさて、ではこちら見ていきましょう。ニッコール Z レンズラインナップバージョン 3.0 ということで、これはね、2022年までに発売されるレンズということになっておりますが、基本的にはね、ニコンさん、おそらく急ピッチでレンズの開発を進めていると思います。なんでかっていうと、 Z9 の発表があったと思うんですよね。で、これに合わせるレンズとしてスポーツ撮影用のレンズたちっていうのがおそらく出るんじゃないのかなと思うんですよ。ただ、そのスポーツレンズたちの足音っていうのもあんまり聞こえてきてはいないんで、全体的に一気にドドドドーンって来るような気がなんとなくしております。はい。その程度の情報で申し訳ないんですけれども。はい。じゃあね、まず単焦点レンズから見ていきましょう。単焦点レンズ、もうこんなに出ているんですね。この中で黄色いものっていうのはまだ発表されていないレンズ、発売されていないレンズとなります。単焦点でいうと 85mm の S ライン、 400mm の S ライン、 600mm の S ラインということになっております。85mm はね、急がなきゃいけないとも思うんですけれども、400mm、600mm なんかの単焦点もね、やっぱり Z9 が発売するので、これはね、大緊急な事案だと思うんですよね。僕の勘としては、85mm が年内、400mm、600mm が来年に出てくるのかなっていう感じがします。
やでも 85mm はね、まあ、なんといって多分これ F1.2 で来ると思うんですけれども、心臓になり得る、特に人を撮ってる人には本当にメインレンズになり得るものだと思うので、これはやっぱり合ってくれた方がいいかなと思うんですよね。僕はちょっとこの発売が待てずに 50mm を買ってしまった口なんですけれども、やっぱね 85mm はいいです。そしてこの単焦点レンズの特徴としては、この S ラインのシリーズになってくるというところじゃないでしょうかね。まあ、S ラインって何かっていうと、まあ、要はちょっとグレードの高いレンズっていう位置づけなんですけれども、まあ、この単焦点シリーズは基本的には S ラインという枠で出してくるということになっているようです。次、薄型単焦点レンズということで 28mm と 40mm がラインナップされております。まあ、これはね、おそらくなんですけれども、Z5 の軽量化版みたいなものが出るタイミングで一緒に発売されるんじゃないのかなと僕は思っておりますので、もうちょい先なのかなというところがあります。やっぱりね、 Z マウントってどうしても大きくなったり重くなったりっていうのがスタンダードになってしまうんで、まあ、これをね、できるだけ小型軽量化するっていうのもニコンの一つの課題なんじゃないのかなと思うんですよね。なのでこれはね、本当にそれを求めるユーザーにとっては非常に大事なラインになってくるんじゃないのかなと思います。あとね、これ値段を抑えめで作ってくれるとね、飛びつきやすいですよね。そして次、こちらですね、マイクロレンズということで 50mm そして 105mm の S ラインというこの2本がラインナップされております。まあ、正直ね、このマイクロレンズが出てないっていうのも今 Z マウントでは非常にね、足りていない部分になってくると思うんですよね。なので、まあ、これは大至急、大緊急で出さなければいけない事案かなと思っております。いやー、でもマイクロレンズ欲しいな。どんな写りするんだろうね。はい、次、ズームレンズということで見ていくと、結構もう出揃ってるかなっていう感じはしますよね。まあ、あとこれを見てね、思うところが、やっぱり望遠鏡っていうのは足りてないんだなっていう問題ですね。で、これをカバーするための100-400の S ラインと200-600、これがねラインナップされているというのが非常にポイントになってくるんじゃないでしょうか。そして S ラインの24-105、まあ、結構定番なレンズなんですけど、ニコンでは定番じゃないレンズだと思うんですね。これも、ラインナップされているということで、非常に楽しみなんじゃないのかなと思っております。そして最後にこの DX ですね、 18-140mm というレンズがね、出るんじゃないかという話なんですけれども、これもね、多分単体では出なくて、おそらく APS-C の新しいカメラと同時に発売されるんじゃないのかなと思います。まあ、なんだかんだ言って、まあ、エントリーを発売しなそうな声明みたいなのは出てるんですけど、多分出すと思うんですよね。なので基本的にはそれと一緒に来ると僕は予想していまして、結構この安いレンズ、さっきのパンケーキレンズもそうなんですけど、それでクオリティを落としてしまうと、この Z マウントの写りの良さっていう一番のメリットを捨てることになってしまうので、まあ、そこら辺のバランス感覚っていうのかな、これもね、ニコンに求められる部分じゃないのかなと思います。さてさて、見ていただきましたけれども、皆様いかがだったでしょうかね。まあ、今後発売が予定されているレンズは11本ということで、まあ、多いのか少ないのかっていう部分は皆様のご感想をいただきたいなと思う部分ではあるんですけれども、まあ、個人的にはもうほぼほぼうまいところまでいってるんじゃないのかなと思います。基本的には困ることっていうのはマイクロレンズと望遠以外はないと思うんですよね、今のところでも。まあ、あとはね、皆さんの使用方法に一番適しているレンズ、もっと細かい分類上で適しているレンズっていうのが出ると思うので、まあ、そういった部分がぴったりはまってくるかっていう問題になると思います。で、今後ね、発売が噂されているもの、まあ、近々で発売が噂されているものは個人的には2本かなと思います。1本はマイクロレンズ、おそらく S ラインの 105mm が出るんじゃないかなみたいな話なんですけれども、こちらとあと S ラインの 100-400 ですね。まあ、これ望遠レンズということで、これもね、やっぱり Z マウントはね、至急開発をっていう感じのレンズだと思います。で、なんでかっていうと、やっぱりね、テレコン使わないと 200mm 以上届かないんですよ。それって結構致命的である部分でもあると思いますし、やっぱりこの Z マウントの写りを300mm 以上で楽しみたいっていうユーザーは非常に多いと思うんですよね。なので、そこの欲をしっかりと満たしてあげる必要があるんじゃないかなと。そして、開発の人たちもそれをひしひしと感じているので、急いでるんじゃないかなと
というところなんじゃないのかなと思うんですけれども、この2本は多分キンキンで埋まると思います。さてさて、 Z マウントユーザーの皆さんは、いろんなレンズを持っているんじゃないのかなと思います。僕もね、非常に少ないながら、いろいろ揃えたいなと思ってるわけなんですけれども、僕がねこの発売されるレンズで待ちわびているレンズを3本ご紹介いたします。はい、1つ目は100-400の S ライン。これはね、僕ただ純粋に鳥が撮りたいっていう欲です。もうね、本当にこの Z マウントの写りで、クリアな写りで鳥を撮りたいっていうだけなんですけど、僕ね実はソニーの α7R4 っていうカメラに 100-400GM のレンズをつけて野鳥撮影っていうのをしてたんですね。ただ先日ニコンさんに Z7II とあと F マウントの単焦点レンズっていうのをお借りして野鳥撮影に出かけていた時期があったんですけど、なんかでもそれを一回経験してしまったら、このなんか GM レンズに戻ることができなくなってしまって、なんかね満足できないんですよ。満足できないって何に満足できないかって言われると、画質なので、この画質部分においてやっぱりニコン強いなって思うんですけど、それをね本当に味わいたい。そしてどうしてもテレコン挟んでいたので弱くなってしまっていた部分、特にオートフォーカスとかね、そういった部分で、恩恵を受けてみたいなと思っている次第でございます。あとねちょっと横道にそれますけれども、基本的にニコンも野鳥のバードアイ、瞳 AF っていうのはつけてくるんじゃないのかなと思ってます。なので、これはね多分100、400とかあったら非常に楽しいね野鳥撮影ライフが待ってること間違いないんですよね。もっと言うと400とか600の単焦点は欲しいんですけど、多分僕はお金が足りなくて手が届かないレンズになってくるような気がしているので、この100-400あたりがね、30万切るぐらいの価格で出てきてくれると僕は非常に手が出しやすいかなと思います。2本目、 24-105mm のレンズ。実は僕 50mm の F1.2S のレンズを買ってしまった都合で、なんか 24-70mmF2.8 のズームレンズってちょっと買いづらくなってしまって、でなんかこの微妙なんだけど、でも持ってた方がいいズーム域だと思うんで、このなんか微妙な空気を埋めるにはこの24-105がちょうどいいんじゃないかなと思いました。で基本的にはこの画角って、スタジオ撮影、特に記念撮影なんかをするときには家族撮影でもアップの写真でも、引きの全身写真でも撮りやすいような非常にね優れた画角なので、これはねあっても困ることはないですし便利だなと思います。例えば24-70とかだとアップの時にちょっとね画角が足りなかったりするんで、三脚ごとちょっと前に行かなきゃいけなかったりとかっていうのもあったりするんですけど、これがあるとねそこまでしなくてもアップが撮れたりするんで非常に便利なんですよね。あとねちょっとお出かけするぐらいだと基本的にこのズーム帯のレンズって軽くなることが多いので、本当にお出かけしやすいし、お出かけしても困ることはほぼない。撮りたいとかになっちゃうとまた別ですけど、普通に自然を撮ったりとか人を撮ったりする分には申し分のないレンズになるんじゃないかなと思います。でこのレンズの特徴としてはまだね F 値が公表されてないんですよ。基本的には F4 かなと思ってはいるんですけど、それはもしかしたら Z マウントの技術で超えてくる可能性があるかもしれない。これはね非常に楽しみなポイントじゃないかなと思います。ただねこの F 値っていうのは、重さを非常に重くしても必要なものではこのレンズはないんじゃないかなと思うんで、その辺のバランスを見てねうまいものが出てきたら僕は完全に飛びついちゃうと思います。あとねちょっと欲を言うと、ニコンはね以前の F マウントの時は24-120なんですよね。なので120欲しかったなっていうところが一つと、あとねもう一個が、実は24-120を D850 というカメラで使っていたんですけれども、ちょっとね解像感が足りなかったんですよね。それは本当に24-70と比べてみて、あ全然違うじゃんってすぐ分かるぐらいの解像力の差だったので、本当にねこの Z マウントに求められているものはやっぱり写真の綺麗さとか解像力だと思うんで、ここら辺をしっかり落とさずにビルドクオリティを保っていただきながらね、いいものが出てくるといいんじゃないのかなと思いました。3つ目、マイクロレンズ 105mm の S ラインですね。
やっぱりね、Z マウントの本当のね、実力を引き出せるのはこのマイクロレンズなんじゃないのかなと思ってるんですよ。より小さいものを鮮明に、そして鮮やかにね、描写してくれるレンズが出てきたとすれば、それって非常に魅力的じゃないですかね。基本的にマイクロレンズとかマクロレンズって言われるものは、仕事をしている人は必須のレンズになってくるんですけれども、当然お花を撮ったりとか、この水滴を撮ったりとかね、結構面白い使い方もできるんで、皆さんに愛されているレンズだと思うんですよね。僕もそうですけれども、やっぱりね、待ってる人が非常に多いと思うんですよ。どこまで改造できるのか、どこまで近寄れるのかっていうのがね、非常に楽しみかなと思っております。あとね、もう一個、個人的には、50mm にもぜひエースをつけてほしかったなっていうところがあります。っていうのも、望遠になればなるほどボケやすくなるんですよ。だから絞りカリッカリに絞っても後ろボケちゃうなんてことがあるんで、やっぱりね、 50mm とかの画角ってちょっと歪みは出ちゃうんですけど、それでもボケたくないとかっていう時には使ってもいいレンズだと思うんで、こっちもね、 S ラインつけてほしかったなと思いますね。他のメーカーって結構 90mm とか 105mm っていうのが、マクロレンズ、マイクロレンズでは基本なんですけど、ニコンは今まで 60mm だったじゃないですか。このね、 60mm っていうのはね、やっぱ非常に使いやすかったんですよね。まあ、そういった意味でも個人的にはこの 50mm のね、写りが非常に気になるところではありますね。まあ、あともう一つお話をするとすれば、やっぱりマイクロ撮影時のオートフォーカスがどれだけ効くかっていう問題ですね。やっぱり一眼レフの時代はもうほぼマニュアルみたいな時代だったと思うんですよ。ただもうやっぱりそんな時代ではないじゃないですか。オートフォーカスをピッとしたらピッと当たる、まあ、これが普通であり最前提な条件になってくるかなと思うんですよね。なのでこの辺はね、もう本当にニコンのレンズメーカーさんとしての進化が問われるところになってくるんじゃないのかなと思います。なんかフランジバックが少ないので、ニコンはこのオートフォーカス系を作るのが非常に大変っていう話を聞いたことはあるんですけれども、ちょっとね、頑張っていただきたいポイントかなと思っております。はい、というわけでね、今回はレンズロードマップの話について、なんかこんな長く話をするつもりじゃなかったんですけど、いろいろ話してしまいましたが、いかがだったでしょうか。ぜひね、皆さんのコメントをお待ちしたいと思います。どんなレンズを使っているかとか、まあ、今使ってるレンズ、これおすすめとかね、何でもいいんで、ぜひね、コメントを寄せていただけるとね、この集合値としてのね、この動画の価値っていうのが高まるんじゃないのかなと思っております。ぜひよろしくお願いいたします。というわけで本日のゆるフォト以上になります。皆様ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントをよろしくお願いいたします。それでは皆様、良いカメラライフを。では。